ね、結局いいものっていうのはなくならないからね、この先ずっとね。で、日本はこれだけ竹があるところなんで、この産業はなくならないし。まあ、うちの親父はもう兄弟3人で竹竿屋やってたんですよ、和竿屋、うん、もう今でもう50何年になるんだから通りだからね。ちょうど三兄弟の長男として山の釣竿製作所立ち上げて、まあ、和竿は、まあ、もちろんご存じのように一本一本手作りだっていうのでね。ってことはその竹一つ一つが違うもんなんで、まあね、微妙に調子も違うっていうのは竹竿の作り方ね、わざわざね。基本も竹は1本で作んでてね、同じこの太さでもこの節の場所にないなくちゃもう全然、例えばこれとこれなんか組まないわけよね、節の位置がこれだけずれてきちゃうね。これ本当に何百本の世界からこうやって選び出すっていう作業なんでね。やっぱりその魚の当たり、釣れた時のその当たりの手に来る感触がやっぱりカーボンとかとはちょっと違う。やっぱり竹の方が繊細、より繊細、うん、で繊細なだけではなくその竹の今度強度、糸も簡単に上がってくるね、大きな魚で。その竹の反発。そこら辺は他のものには多分ない。まあ本当にその昭和の初期の頃はもう200人から職人さんいましたからね、川口とね。現在今4人。私入れて4人。結局そうなんね、若い子が入ってきても結局いい道具がまず揃えられないっていうのは多分どこの世界も持ってるのかもしれないね。その柳葉の切りとかそういうのが作れる人がいないんですよ、うん、やっぱり中途半端なその打ち方とかなんとかじゃやっぱりなんていうかね、うまくその繊細なところの作業までは届かないんでね。私たち、まあ、もうちょっと下の代っていうのは多分小さい時から竹竿っていうのはどっかで触ってると思うんですよ。でも逆にもっとその下10代20代、まあ、30前半っていうのは逆に竹竿っていうのは逆に新しい素材として捉えてる人が多いのかもしれないですよね。だから逆に使ってもらってその面白さをね、まあ、新素材という位置づけでやってもらえればこれから逆に若い人の方が食いつきは面白いの。結局いいものっていうのはなくならないからね、この先ずっとね。で、日本はこれだけ竹があるところなんで、この産業はなくならないし、逆に今海外とかもすごく竹竿っていうのは注目されてる。特に渓流の天から釣りなんて、天からっていう毛張り釣り、あれのやっぱり愛好家が世界にいるんで、そこでやっぱり天からっていう名前がもう本来日本のそういう名前がもう海外なんていうの世界語になってる。もう日本だけじゃなくてね、やっぱり釣りってね、魚がいればね、だから水があればその魚がいるってことでね、やっぱり釣りっていうスポーツはね、まあ、全国全世界の世界があるので、これから竹の本当面白さっていうのがもう分かってもらえる人がどんどん増えたら面白い、うん、でうちの店がどのこのってやるよりはこの世界はもうなくならないんで、逆にあれかな、大手のどっかのいい大きな会社に
自分のところの会社で引き取ってもらって、それでサラリーマン職人みたいなのを育てるのもいいのかもしれない。もう絶対面白いからこの商売は、うん、そうすると道具職人も育つだろうし、その普通の釣り竿を作るその職人も育つだろうし、で世界にもそれの竹竿っていうのは、和竿っていうのは広がって、まあ、いずれはユネスコに登録されるんですよ。